人間性まで総合評価して長期で恋愛するの自分にないからすごい面白いと、ないんだ。その場その場が楽しいんですかね。今なんかすごい上から言いましたね今上から言ったな今、まあ、僕は分かりますけどね、積み重ねって感じです、僕は今誰の味方だったかキョロキョロしちゃうんですけど、はい、桃里さんは、まあ、INFJ さんは結構1回が長い感じですか。好きになったら長いですね、もう 3,4 年とかぐらいずつ好きですね。なるほど、はい、NI 的に内向直感ですね、自分のために時間をかけてくれたこと、プレゼントとかがすごく嬉しい気がします。プレゼントって難しくないですか。だからいいんじゃないですか、うん、一生懸命考え、当たりかどうかじゃなくて本当にこうなんか私のことを考えて選んでくれたんだろうかみたいな。じゃあそれは決してなんかあのブランドものじゃなくていいんですね。ブランドものじゃなくていいと思うんですよ、うん、じゃなくていいですね。だってなんか聞いちゃった方が早いじゃんって思うんですけど。それじゃダメなんです。もうちょっと何が欲しいってじゃなくて考えてくれるのがいいって話です。あなたの愛を見せろって言ってるんでどっちが嬉しいですか欲しいもの聞かれて誕生日に、まあ、最初はですよね。最初は考えてくれた方がなんかその自分のことをなんかどう思ってるのかが現れる気は しちゃいますよね。そこも評価点なんですね。そこも評価点なんじゃ。いや、センスを見られるっていうこと。センスを見られるんじゃない。ああ、言い方が悪いです、ね、私を見て私のことをちゃんと愛してるのって話じゃないですか。もう言うことが全部間違える僕センスがいいものが欲しいって言ってるわけじゃない。で、お前のセンスを見せろって言ってるわけでもないじゃなくて、うん、あなたは私のことどう思ってるのかなっていうのの具現化みたいな、どう私が何を欲しいって思ってるのかなってっていうものみたいな。一生懸命喜ばせようとしてるっていう気持ちの話じゃないですか。どうしてもなんかそういうのってなんか、うん、これをプレゼントする俺みたいなのを考えちゃうんですね、うん、そういうことじゃないんですね。自己アピールではないって話です、うん、俺もう一度さんと付き合えるかな、はい、外向型の人ってこれまでいました。あ、いました、いました。あ、でも、うん、ENFJ なんで結構軸が人に合った感じではありましたけどね。あ、だとお互いがお互いのなんかどうぞどうぞみたいな。どうぞどうぞっていうか、まあその一つ一つ行動、自分の意思でやってる行動の軸が相手にあるみたいな。相手を喜ばせようみたいな感じですよね。 INFJ、 INFJ さんはFE が主機能じゃないですか、はい、相手の周りを喜ばせようみたいな。この人はこういうことをすると喜ぶっていうのを常に観察してるんじゃないですか。この人ね、本当にあのマイスペースで喋った時も、はい、会社にいる ISTJ の後輩のことをずっと心配してました、はい、うん、はい、で ENFJ もそんな感じじゃないですか。ああ。FE が主機能に来るんで、もっとこう相手のことを観察してる感じは、我が我がじゃないんですね。我が我がじゃない。ただそうなると逆に窮屈でもありましたけどね。そういう部分もありましたけどね。なんか気使ってくれるから気使うんですよ、やっぱり。競争みたいな感じで、気を使い競争そうそうだから今はいいなと思ってる人が ESTP なんですけど。 ESTP、 はい、はい、もうなんか自分勝手にしててくれるというか、好き勝手やってくれるから好き勝手できるんですよ。で、好き勝手やるの中に人に気を使うも入ってるんで、もうすでに。だから程いいなって今思ってるんですけど、 ENFJ を経てとかっていうのもあるんで、 INTP が好き勝手その 猫的に猫っぽいみたいな言うじゃないですか。 INTP って猫って言うんですね。猫、なんか猫っぽいなっていうイメージがあるんですけど、なんとなく。なるほど。なんかそういうのも別にその最初の関門を通り過ぎてしまえばいいと思うんで、最初だけその可愛げみたいなところをアピールしたらいいんじゃないって思いますけどね。なるほど、うん、弱いところですかね。でも今なんかちょっと見えてきましたね、うん、糸口が、うん、まあ、INFJ 辞任の田中太郎さん、本名だったらすいません、傲慢なことは承知の上だが、 INFJ は基本的に他人を減点法で見てると思うと。それがボーダー以下になるとよく言われるドアスラムみたいな感じになるよと。減点法ですか。
もともとはそうでしたね。でもみんな減点法じゃない？減点法では僕は見ないですけどね。今は違うかなと私は。平均点？平均点。平均点。平均点って何？偏差値。減点法って100点からこう、これがマイナス、これがマイナス、これがマイナスですよね。はい。で、そんな見方はしないです。人を偏差値で見てる？なんとなくバランスで見てる。ああ、この辺の人って、うん、だからまあルックスがいいのも加点ポイントには入るし、性格がいいのも入るしみたいな。ああ、人それぞれ。私も今はそっちですけど、あ、バランス大体こんなもんかなっていう、もうタイプとか関係なく、その人間関係ってまあ大体このぐらいがあればまあやれるなっていうところの認識を自分の中でなんか作っといて、あ、これもいい、これもいい、ああとはなりますけど、もちろんああとなる部分はあれどっていう感じです。今ちょっと声聞いてたごめんなさい。笑い方もいいですよね。 ありがとうございます。すみません、これがちょっと、はい、セクハラに映ってたらすいません大丈夫です。あの距離が離れてるんで大丈夫です、はい、触れません、はい、ENFP の私は好きが先行しちゃうので、なるはやで相手に好きになってほしい。これはすごい分かる、それはすごい分かるんですよ、うんうん、なるはやでもう決めときたいんですよ、うん、付き合うよねって、うん、俺のものみたいなことでつばつべとつけとく感じ、うん、でそれを、はい、まあ、それがいけないっていう感じよりは、はい、なんか下心と見られないかって話だと思うんですよね。ちゃんと好きかどうか、ここそうですよ、ね、つばつけようとするとこうやってそう勘違いさせれる可能性はあるよって話だと思うんですよね。ああ、っていうことですね、うん、はい、反省。堅実的で素敵な人と付き合いそうで素敵だと思うって言われてるんですけど、素敵な感じでしたかこれまで、堅実で、うん、そうとも限らないじゃないとじゃないですかね。そう、なんかこういう風に言ってますけどっていう部分はもちろんあるっていうか、人間なものですよね、うん、そうです、まあ、恋愛ってそういうもんじゃないですか、うん、そういうものであってほしいと思ってます、うん、そういうものがあると思ってます、はい、はい、かなたちゃん、ねるさん、INFJ さんには好意を持って誠実に接していくのがいいなって感じたが、重いなって思われないかな、逆に自然体の方がいいかなという懸念がある。その辺はどうなんですか。人に対して重いなって思ったことは基本ないです。え、新そう、なんかそんな、ええー、ですか、重い好きでもない人とかからぐいぐい押されるのってめんどくさいなとは思いますけどね。あ、そっか、それはめんどくさいのか。重いなって付き合った後の話、付き合ってる時に重いなって何でしょうね。こいつ結婚のこと考えてるとかっていうのが重いんですかね。まあそれを重い手で捉える人もいるかもしれないし、うん、あ、俺考えるもんな、そういうの重いなって。いや違う、僕がそういうの思う方だからあ、はい、でも思ってない時に自分が、うん、あ、こんなことは結婚無理だなと思ってる時に、うん、ゼクシーとか、はい、の話とかは重いなってなるかもしれないなと思ったんですけど、うん、ごめんなさい、ちょっとなんか話がずれてしまったかもしれない。しつこいみたいな話じゃないですかね。そういうアピールじゃないけど匂わせみたいなのが重なったりしてもあまり鬱陶しいと思わないですか。鬱陶しいと思いますけど重いなとは思わない。その真剣に思ってくれてるんだなとは思って思うけど、めんどくさいっていう、ごめんけど受け入れられないわっていう。ポジティブな面は受け取るんですね。はい、受け取ります。体調わかんないです、ね、もう鬱陶しかったら鬱陶しい1個じゃないです。鬱陶しかったら付き合ってんのかなって話じゃないですか。あ、まあ、そう、SP 的には付き合ってたらそうだと SP 的には鬱陶しいと思ってたら付き合ってる意味ないじゃないですか、鬱陶しい人と。あ、はい、なるほど、はい、FJ はだいたい他人を減点法で見てる気がします。なんか減点法じゃないのって僕も、うん、その減点法じゃない理由として僕的には100点がない、はい、理想の形がそもそもないんで、100点っていう理想があるから減点って話ですよね、うん、だけど僕の中に100点っていう理想がそもそもないみたいな感じ。私は理想がありすぎて、100点っていう確固たる理想がありすぎて、そんな人はいないなって諦めがついたから減点方式から入らないって感じです。もう理想は理想としてみたいな。わからないです。言ってることはわかります。言ってることはわかります、はい。はい。素敵な声で笑顔が素敵だから話よりそっちに夢中になるのがわかる。わかるよね。
素敵な声だもん。